青空に浮かぶ白い雲、空と雲が映る川のそばの家々と橋。19世紀フランスの印象派の画家アルフレッド・シスレーが1872年に制作したヴィルヌーブラ・ガレンヌの橋。パリの北、セーヌの川沿い、緑色の植物で覆われた土手と空の青と白い雲、吊り橋が映る川の水面が水平の方向に伸びる絵筆のタッチで描かれています。手前から画面の奥へと向かう橋を描くために撮られた視点と橋の下を行く船の小さな人物は上にかかる建造物の巨大なサイズを強調しています。この橋は建造されたばかりで、普仏戦争での敗北からの立ち直りとフランスの工業的な発展を願う政治的象徴的な意味が込められたモチーフとして見ることもできるようです。